死体を食う学生、田中幸太郎。北海道の〇〇大学は、後ろに農園があって、側面が運動場になっているが、その運動場の外れから農園にかけて、草の土手が続き、そして土手の外は墓場になっていた。 年代は不明であるが、その大学に、某という学生がいた。色の青い、背のひょろ長い、陰気な青年であった。その学生はいつも一人で、校舎や運動場の隅で、瞑想にでもふけっているように、ぽつねんとしていたので、誰もその存在を認めるものはなかったが、 ただ一人、M という学生だけがそれを知っていた。というのは、M とその学生は、寄宿舎の寝室が一緒である上に、寝台が並んでいたがためであった。一行の寝室は、二階の奥の部屋であって、そこには六つの寝台が置いてあった。そんなことで M は、 その学生を知っていたが、ただ、朝晩の挨拶を交わすくらいのことで、無論、距離などは知らなかった。知ろうと思ったこともあったが、相手がひどく嫌うようにするから聞いても見なかった。それは霧の深い夜であった。その夜はなぜか寝苦しかった。そして、 やっと眠りかけたところで、かすかなものの気配がしたので、M はそっと目をその方へやった。部屋は外の白い霧のために、かすかに明るかった。そこには、学生が皆の寝息を伺いながら、寝台から降りて、服を着けているところであった。 M はどこへ行くつもりだろうと思った。M はそれに興味を覚えて、その後をつけようと思い出した。一方学生は、あたりに気を配りながら、そっと扉を開けて廊下へ出た。それと見て M も、上着を引っ掛けて廊下へ出た。学生は後ろを気にするように、 時折振り返りながら、廊下の雪詰まりへ行って、それから階段を降りて行った。エムもコウモリのように体を壁へくっつけくっつけして、学生を追って行った。階段を降りたところに運動場へ出る扉があって、それには女王を下ろしてやった。学生はそれには見向きもしないで、 扉の端にある下駄箱の上へよじ登った。下駄箱の上には、明かり取りの横窓があった。そこで学生はまた、あたりに注意しておいて、その横窓のガラス戸を開けて、猫のように張って外へ出たが、それは慣れた身のこなしであった。階段の上からそれを見ていた M も、 すぐその真似をして外へ出た。外は運動場であった。見ると学生は白い霧の中へ黒い影を落としながらどんどん向こうの方へ行っていた。そうなると M も小走りに走らなくてはならなかった。そしてかの土手まで行ったところで学生の姿が見えなくなった。 土手の向こうは墓場であった。M はそこで、やつめ、墓場で誰かと相引きでもするのかと思った。M はますます面白くなったので、土手を越えて墓場へ降りた。墓場には学生の姿は見えなかった。しかし、墓場以外に行ったと思われないので、M は、 石碑と石碑の間を探して歩いたが、どうしても見つからなかった。三十分近くもあちこちしてヘトヘトになったので、一つの大きな石碑のそばへ立って足を休めながら、見るともなしにひょいと前の方を見た。と、一間くらいのところに、地を掘り返したようなところが見えた。 M はそこで、これは、葬式をするために掘り返したものか、それとも、掘った跡かと思った。その瞬間、掘り返した土の盛り上がりのそばに、うずくまっている怪しいものを見つけた。怪しいものは学生であった。学生は薄明るい霧の中に顔を見せた。その学生の口の周囲には、 薄赤いドロドロしたものがついていて、それがために、口が耳の根まで裂けているように見えた。ああ、M は夢中になって走った。石碑につまずき石碑を倒した。そして、やっと寄宿舎へ帰って、寄宿舎の扉にぶつかりながら、開けてくれ開けてくれと、大声でわめき立てたので、 寄宿生たちが驚いで起きてきてた。M は舌がこわばって事情を話すこともできないので、そのまま自分の部屋へ行って寝たが、眠れるはずがない。M はやや静まりかけた頭で、学生の怪しい行動を考えていたところで、布団の端をさっとまくられた。そこには、学生の青ざめた 引きつった顔があった。見た。貴様見たのだな。M は気絶してしまった。そして、同室の者に解放せられて気がついた時には、もう、かの学生はいなかった。M は後になって、かの学生は、雷病の系統のあるもので、 それには死体が薬になるという迷信から、そんなことをしていたというような噂を耳にした。